ノースウエストエアリンク5719便墜落事故は1993年12月1日にアメリカ合衆国ミネソタ州のミネアポリスセントポール国際空港から同州チザムヒビング空港を経由して同州ホールズ国際空港へ向かっていたノースウエストエアリンク5719便が墜落した事故である5719便はエクスプレスエアラインズ2が ノースウエストエアリンクとして運行していて、当日の機材は、Z ットストリーム31だった。途中経由地のチザムヒビング空港への最終侵入中に木々に接触し、空港のすぐ東にある2つの尾根に墜落して2人の乗員を含む18名全員が死亡した。Z ットストリーム31のコックピット副操縦士は65時間の飛行経験があった。墜落時には、 機長が操縦士、副操縦士は計器のモニターや無線更新などを担当していた。機長は1988年、1992年、1993年の初めの修熟度テストに合格しなかったが、1993年11月に合格していた。5719便は40分以上遅れてミネアポリスから離陸した。 着陸灯の電球交換をしたため、ミネアポリスへの到着が遅れたためだった。また、化石祭により乗客を一人降ろさなければならなかったため、さらに遅れた。墜落の瞬間まで5719便に異常はなく、遭難信号は一度も送信されなかった。5719便は、チザムヒビング空港の滑走路31への着陸許可を受けたが、 追い風や降雨などの気象状況により滑走路13への侵入を要請した。クルーは h i v o r の h i 2 0 d m e アークを受信し、8000フィートでローカライザーをインターセプトし、着陸手順を開始した。しかし、通常より降下の開始が遅れ、降下率が普段よりも大きくなった。5719便は毎分2250フィートで降下していった。 ジェットストリーム31には、対地接近警報装置が搭載されていなかった。5719便は最低降下高度を下回って降下し続けた。機体は634フィートで木の頂上に接触し、逆さまになりながら2つの尾根に墜落した。当初は、着氷が墜落の原因と考えられていたが、後に NTSB は、事故要因から外した。 墜落の原因は高度の確認不足だった。着陸侵入中に最低効果高度を下回ったため墜落した。機長は会社の手続きに従い、チェックリストに最新の注意を払っていたと言われていたが、3人の副操縦士は機長は有能弾が態度が威圧的、挑発的だと話した。機長は怒って副操縦士のヘッドホンを一度叩いていると非難されていた。 機長の態度は NTSB によっても指摘された。また、事故の直前に5719便の機材を整備していた整備士も機長が副操縦士を怒鳴りつけている現場を目撃したことを証言しており、この出来事によって、計器のモニターを行っていた副操縦士が萎縮していた可能性は高い。NTSB の最終報告書では、 ノースウエストエアリンク5719便の墜落原因は、機長の態度によるクルーリソースマネジメントの欠如。航空会社がこのような問題に対応しなかったこと、連邦航空局の管理体制の不足としている。クルーリソースマネジメントの欠如による航空事故の例。ありがとうございます。